毎週火曜夜7時は生きづらい系シンガーソングライター風見静香のかということで、新番組風見静香のかあのモスキートのかね、風見静香のかやってまいりました。イエーイ。へい。ということでですね、今回、今日からですね、今日から3月3日ひなまちゅりからですね、毎週火曜日7時からは風見静香のかという番組をね、お届けしようかなと思っております。実はこの番組まだ中身は何にも考えてませんいや、あの考えてることはいっぱいあるんですけれども、なんかせっかくだから、あの皆さんのね、そのリクエストみたいなものをいただいて、それに応えていくのもいいなと思っていたり、あの風見静香はとにかくやりながら考えるというスタイルでございます。あのそれをね、あの賛否両論たくさんあると思うんですけれども、私はとにかくあのやるということが大事だと思っていますのでね、どん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 もっともっと成長したいい番組になっていくという、その過程を見楽しんでいただければなと思っております。ということでですね、昔私今もね、毎月第3日曜日静岡県のコミュニティ FM FM 伊豆というミライズステーションにて私のラジオもやらせていただいてるんですけれども、昔の一番最初の方にですね、あのしーちゃん伊豆というそんな番組をやってたんですよ。その当時はもう本当に昔から幼少期、中学生、高校生みたいな感じで、風見静香のそのなんていうの、今までの歴史をですね、ずっと語っているそんな番組だったんですけど、せっかくこの風見静香のかということでですね、これからね毎週火曜日この番組をお届けしたいなと思っているんですけれども、そのかというのがね、まず火曜日風見静香なんでね、私かがかで始まって、かで始まってかで終わる、そんな風見静香なんですけれども、せっかくね火曜日は風見静香を思い出してもらおうということでですね、こんな番組を企画してみました。でかというかんカタカナでカって書くと力になるわけじゃないですか。だからね、そんな皆さんの力になっていきたいなと思って、います。今日はねまだ1回目初回なので、まだまだ手探り状態ではあるんですけれども、あの今後ね、私の、まあ、好きな人だったりだとか、尊敬できる人だったりだとか、いろんな方にもゲストで来ていただきたいなと思っているんですけれども、その前にそもそも風見静香がね、風見静香を語らなくちゃなと思っておりまして、最初の方はちょっと私を語っていこうかななんて思っております。ぜひね、あの今後風見静香のかでこれをやってほしいなとかね、こんな企画やってほしいですとか、そんなものがあればぜひぜひコメント欄に書いていただければ、お答えできる範囲で、やっていきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、第1回目の今日はですね、風見静香ってなんかやっぱり今までの、まあ、まだ30年しか生きていないけれども、まだもう30年生きてきた中で、やっぱりこう何度も何度もターニングポイントと呼べる場所はいくらでもあったし、変わるきっかけになったってすごくたくさんあったなと思うんですよね。で、私はすごく人生で好きな瞬間って、人が変わる瞬間がすごい大好きなんですよね。で、私自身も常に常に変わりたい変わりたいっていうのを本当呪いのようにずっと言い続けてきました。なんかこう人が変わった話とかって聞くとさ、あ、なんか自分にもできるかもとか、私こう心の火っていうのは移ると思ってるんですよ。火を移すことはできるなと思っていて、私もね、いろんな人にいろんな、ね、こう魂の火みたいなものをいただいて、それを私もこうそれで燃やして今ここにいるっていうのもすごくあると思うんですけど、今度は自分もそのなんていうの、心の火のバトンっていうんですか、それをあの皆さんに届けていきたいなって今思っていて、今後最初の方はちょっと風見静香のかというせっかく番組なのでね、私のことをどんどん話していきたいなと思っております。変わるっていうのを、まあ、私はすごく、プレゼントしたいなと思っています。たくさんの、ね、方からあのしーちゃんと出会ったことをきっかけに変わりましたとかね、私にもできるかもって思いましたっていうことをよく言っていただけます。本当にあのなんかね、こうよくありがちというかね、すげえさ、みんなすごい人だからすごいんだって思う人がすごい多いと思うんですけど、私もその一人だけど、でも本当になんかこう私もそのなんていうの、すごいと言ってもらえる側になった、ちょっとだけね、ちょっとだけ耳としてはなんかすごく全然すごくなくて、本当に皆さんっていうか皆さん以下な自分なんですよ本当にね。でもそれでもいろんな奇跡だとかいろんな運だとか、いろんな人が助けてくれたおかげで今私はここにいるんですよね。だ
だからなんかそんな希望をね届けていけたらいいなって、本当に自分でもできるんだよって、あなたでもできるんだよっていうことが、そんななんか心のパワーが力がみなぎってくる、そんな番組になったらいいなと私は思っております。なのでね、私だけじゃなくて、そうやって人の誰かのね、誰かのこう変わったっていう、変わった話、きっかけになった話、心に火がついた瞬間、そんなところに目を向けて、この番組進めていきたいなと思っております。ということでね、ということでということでということでばっか私はよく言ってるんですけれども、まあ、第1回目なんでね、手探りではございますがね、ぜひね皆さんからのご意見、コメントとても楽しみにお待ちしております。うん、待ってる。私自身も今変わりたいってすごい思っています。常に私は本当変わりたい、変わりたいってずっと思ってきたんだけれども、改めて今またこう大きく変わりたいなって思ってる機会が来ているなって思っていてですね、なんかそういうのっていつも大体私が今まで変わろうって本気で決めた時って、なんか大きな悲しみがあった時がすごい多かったなって思っててね、大きい悲しみの力が私はいつも結局そこからうわーって浮き出てくる、湧き出てくるものにしがみついて乗り越えてきたなって思っていて、そうやって人ってもしかしたら変わっていくのかもしれないななんて思ってるんですけど、まあ今年入っていろんなこともあったし、究極にさ、もうなんか不幸すぎてさ、もう嫌になる時とかあるじゃん、なんかもういいよって、いい加減幸せにさせてくれよ神様みたいなさ。でもそれって自分で選んでるわけじゃないですか、その今の現実って。そう考えたらやっぱり今ここから変わっていかなきゃいけないって、それは自分で変えていけるんだっていうことをね、私は今まで自分で変えていけるのって知らなかったけど、ちょっとずつちょっとずつそういう風に学んできて分かってきたことなので、なのでこれを見てる皆さんもですね、変わることができるんだよっていうことを伝えていけたらいいなと思っているし、なんかすごい自己啓発系な動画みたいになりますかね、でもそれでもいいかなって思ってます。あのとにかくあなたの心の中のこう心の中の冷え切ってきたものが浮き上がるような、そんな番組ができたらいいなって思っておりますのでね、ぜひぜひ、楽しみに今後もしていただければと思います。そんなにね番組自体はあのいつも私すごい長くなっちゃうんでね、なるべく短くしたいなと思いつつ、長くなってしまったら長くしまったらごめんなさいで、楽しんでいただければと思います。そうそうそう、これを言いたかったの。そう、私自身もね、そう今すごい変わりたいなっていう時期に、いて、何かを変わるためにはやっぱ何かアクションを起こさなきゃ、アクションを起こさなきゃいけないなって思って、でアクションを起こすことも大事だけれども、それを続けていくっていうことが私はとにかく苦手なんですよね。何か一つでもいいからやりきったっていう自信をね自分に届けたいなって思っていて、そのためのこの動画 YouTube だったりしています。本当にまだまだな私で、全然皆さんに何か価値を届けられるような自分でもないかもしれないし、すごく退屈な時間になってしまうかもしれないけど、そんな風にならないように私ももっともっと成長していけるように頑張って変わっていきたいなと思っているので、その変わっていく過程をさっきも言ったけど楽しんでいただけたら嬉しいです。こんなやつで最近ちょっと落ち込んでるやっぱうまくいかないこと多すぎますよね。けどなんかそれって本当にチャンスだと思うんです。変われるチャンスだと思います。アップデートしていける、そんなチャンスだと私は思っているので、今のこのタイミングをきっかけに、今すぐ今日でも今この瞬間から私たちは変えていくことができるんですけれども、変わっていくことができるんだけれども、でも何か心の中で私は3月1日、今年の3月1日から変わっていこうというふうに決めました。なので2020年入って、まあ、ばあちゃんが亡くなったことをきっかけにすごく生きるっていうことに向かっていく、その姿勢っていうのもすごい変わったなと思うし、結構私は今年ばあちゃんがね亡くなったのが結構大きかったんです。絶望的だったんですよ本当に。なんていうの、ばあちゃんが亡くなったことも悲しかったし、自分の力不足みたいなのがすごいあってね、なんか大きな希望みたいなものをすごく失いました。でずっと下向いてメソメソしていて、何にもやる気がしなくて、でもずっとこのままじゃダメだなって思って、でスパーッと気持ちを変えたんです。前を見なきゃ、ばあちゃんは悲しむことなんか望んでないぞ、悔しいなとか悲しいなとかそんな気持ちがあるならあるからこそ生きていく意味が分かるわけで、その悔しさだったり悲しみを、その悔しいっていう気持ちをバネに、その悔しいって気持ちがあるんだったら立ち上がって、もう二度とそんなことが起きないようにしなくちゃってすごくそう思った
なので、まあ、私も本当に今までたくさんのことに諦めてきたし、続かなかったこともたくさんあるし、それはそれで全然いいと思ってるんです。それはそれで全然いいと思っていて、なんか過去のことは本当にどうでもいいなと思ってます。今ここからこの瞬間から何ができるかっていうことが大事だなと思っているので、皆さんにね、最近の動画でいつも言ってますけどね、皆さんの力を借りつつ、私は私をもっともっと私らしく生きていきたいなと思ってるので、ぜひぜひ今後もよろしくお願いいたします。ということで、ずっと私こうやって回し続けるとずっと喋ってられるのでね、今週の放送はこの辺で終わりにして、また来週もですね、来週は、風見静香のカーということでですね、風見静香の幼少期とかね、そのいつからシンガーソングライターを目指したのかとか、そんなお話をね、していきたいなと思います。ご興味のある方はぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。そして、私のね、まだまだな自分だけれども、ここから成長していくその姿をぜひ見ていただけたら嬉しいです。本当にこんな今の自分でこんなんで本当ごめんなさいって気持ちでいっぱいだけど、まずは私もここから変わっていきたいんだっていう、変わっていくんだっていう、そんなパワーを皆さんに、見せていけたらいいな、映せていけたらいいな、この日を皆さんにバーンとプレゼントできたらいいなと思ってますのでね、お付き合いいただけたら嬉しいです。先日のね動画でも発表させていただいたんですけれども、これからは毎日9時半から、今夜の風見さんということでですね、生配信の、放送をさせていただいています。毎日9時半から、今夜の風見さんということで生配信、たまに声のみ配信というものをやらせていただいております。そして毎週火曜日ですね、今日、19時からは風見静香のハー、そして木曜日が、カバーだったりオリジナルだったり弾き語りだったりの動画を配信する予定でおります。ね、私毎月ラジオもね、やっております。第3日曜日、さっきも話しました、第3日曜日の、毎月第3日曜日に、FM イズ、ミライズステーションにて放送しているラジオがあります。そのラジオの放送日聞けなかったよという方のために、その次の日の第3月曜日に、YouTube の方にアップしようと思っております。私去年47都道府県の旅をしたんですけれども、残念ながら、まだその動画が上がっておりません。なのでどんどんそれもアップしていきたいなということで、3日に1回にアップしていくと思っております。その他もね、毎日の配信だったりいろいろと楽しいことやっておりますので、ぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。詳しくですね、そして、風見静香は歌を歌っております。シンガーソングライターでございますのでね、ぜひライブも来ていただけたら嬉しいです。今週はですね、6日と8日、ライブございます。3月6日がですね、北参道グレイプスにて、小川恵里さんというね大先輩の、企画ライブがございます。そしてその次3月8日がですね、私の毎月やらせていただいております風見静香のまんまというね、ワンマンライブ、定期ワンマンライブがございます。このライブがですね、むちゃくちゃ、まあ、私のそのままを、味わってほしいな、皆さんのそのままを感じてほしいな、自分が幸せって思う時っていつだろう、それはまんまでいる時だなと思って、始めたイベントでございます。ぜひね、このイベントもおすすめなってほしいし、もし来れないよという方はですね、 YouTube でも、まんまをね配信しております。ライブもね常に配信しておりますので、ぜひよかったら、雰囲気気になる方は風見静香まんまで検索していただければ出てくると思うので、そちらからチェックしてみていただければと思います。ということで、今週の風見静香のカは、こんな感じでお届けします。今後の、皆さんからのね、コメントでリクエストお待ちしておりますので、こんなことしてほしいな、こんなことを風見静香のこと知りたいなとか、そんなことあったらぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ぜひ皆さんの力を貸してください。そしてここから変わっていく風見静香を引き続き楽しんでいただければと思います。ということで、今日も皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。生きづらい系シンガーソングライター風見静香お届けしました。風見静香のカーカ。最後までご視聴ありがとうございます。まだまだ不慣れではございますが、引き続き風見静香よろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくね。